前回さ、はい、納得できないクイズを急にふっかけられて、はい、不完全燃焼で終わった収録なんですけど、はいはい、目の前にそのホワイトボード用意されてから、またろくでもないクイズを作ったわけ、ねえ、ちょっとね、前回は備品がないということで、この北斗みたいなやつ、消えへんし、俺のやつおい、どういうことだよ、はい、ちょっとそれは北斗の個性でね、はい、そのまま何すんの、何すんの、今度はね、ホヤッキーさん、のすけさん、平等に戦えるクイズといいますか、ナレッジキングの問題ちょっと僕作ってきたんです、はい、ちょそれは平等ちゃうって俺いいすか無理だよ俺ホヤッキーさん大丈夫ナレッジキングですほとんどどんなことだそれは、はい、未来のナレッジキングかもしれません第8回目ぐらいそうなんですということで今回ちょっと第8回目のナレッジキングの問題を出しますので、はい、それに沿った答えをそちらのホワイトボードに書いていただけたらと思います。ちょっとね見る方が早いと思うんで、うん、原作のね問題ですのでね原作の、はい、セリフとかそれ、ね、確かセリフね、はい、あるそれではいきましょう。第1問ワンピース119巻より、古代兵器プルトンに対抗して作られたバトルフランキー58号対海盗用兵器を搭載したその武器とは。ちょっと今何巻っつった何119巻。 119? 今で103巻ですよ、はい、第8回のちょっとナレッジキングなんでちょっとね、これ分かっていたこれ大喜利ってことはい何が1本グランプリマジで1本グランプリ最悪じゃんもうなんかドキドキして返してほしいよ2人分の回答が出ますので僕待ちますのではぁ、はい、第2問、うん、ワンピース110巻よりロックスが使う最上大技者の名刀の名前をお答えくださいそれ第3問ワンピース112巻より赤髪のシャンクスに覇王色で倒されたこの新入り CP0 の名前は。第4問ワンピース118巻よりポクシー海賊団の新キャラクター、このキャラクターの得意種目を答えてください。第5問こちらです。ワンピース112巻より黒ひげに瞬殺されたこの中将の名前と掲げる正義を答えてください。続いて第6問こちら、はい、テレン。ワンピース120巻より実はウソップはシロップ村を出る前にカヤから告白されかけていました。その時ついた嘘とは。これカヤのセリフ、私がウソップさん実はと言いますので、それに対して答えて。続いての問題、大変難しい問題になっております。答えれた方は10点差し上げます。第7問、お題お題、ワンピース110巻登場ナミフの弟の魚人、その名前と種族を答えてください。弟だ、種族は魚人じゃないの。何の魚人か今回実は出せなかった問題もあるのでまた何かのタイミングで、できたらと思っておりますので、今日この知識が見れる、アナザーブルーの知識だ、アナザーブルーね、ぜひご覧ください。本日はゲストのすけ海鮮丼さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。